はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングダムです。と本日はマクロスフロンティアギャラクシーライブ2021リベンジの、11月9日と10日の幕張の公演の注意事項のお知らせをしようかなと思います。これはまあ行かれる方に向けての、まあ、注意事項となります。はい。でまあ来場前には必ずオフィシャルホームページにてライブ開催についてのガイドラインをご確認くださいと書いてるんですけど、まあ、このガイドラインを見てっていうことなんですけど、入場時の確認事項がありまして、まあ、今コロナなんで、チケットの半券の裏側に、氏名、電話番号、メールアドレスを必ずご記入くださいということです。まあ、何かあった時の何でしょう、感染者のルートみたいなのとかを確認するような感じで必要になるのかなと思いますね。で、本公演では、まあ、すでにお知らせしました通り、まあ、入り口にて、まあ、コロナ対策としてアプリのココアですかねのインストール確認、まあ、検温で、まあ、消毒をいただいた上のご入場となります。なんで、事前にこのココアっていうのとチケットの半券の裏側にこの氏名、電話番号、メールアドレスを記入して来場することになるので、この辺は事前に確認しとってくださいっていう感じですね。はい。でまあ、チケットをお持ちの方で、まあ、車椅子で来られる方は、まあ、事前に申請くださいということです。その専用のブースみたいなのがあるみたいです。2年ぐらい前のクロスオーバーの時も、まあ、そういうのあったりもしたので、ぜひとも車椅子で行かれる方は、まあ、電話をおかけください。で意外とっていうか平日の12時から15時までしか多分繋がらないのでご注意ください。はい。で、まあ、会場内のお手洗いの数が少なく開演前は混雑が予想されるので、まあ、駅などのお手洗いをご利用いただきますようご協力お願いいたしますということです。はい。で、まあ、最寄り駅などの、まあ、チラシパンフレットなどの署名などの行為は禁止させていただきますということと、当日ですね、公演日当日のコインロッカー、ゴミ箱などの使用が、まあ、制限される場合がございますということです。まあ荷物とかは、まあ、足元に置いとってもいいのかなとは個人的に思ってます。はい。で、まあ、コンサート終演後は帰省退場とさせていただきますということです。まあコロナ対策みたいな感じでブロックずつとかで退場となります。はい。で、まあ、徹夜早朝に会場周辺で、まあ、たまる行為は、まあ、近隣住民の方の迷惑となるんで、まあ、おやめくださいということです。で、まあ、チケット転売防止対策及び感染対策の観点から、まあ、ご本人確認をさせていただく場合がございますと。なんで、まあ、運転免許証とかパスポート、保険証などを、まあ、ご持参いただきますようお願いしますということです。という感じですかね。まあ、一度ガイドラインも見ときますかね。割といろいろ書いて、まあ、この辺とかは先ほどのホームページにも書いてたことです。大体同じことが書かれてたりしますね。あとまあ割と普通のこと、コロナによってのなんかまあ書かれてたりしますので、まあ行かれる方はまずご自読お願いいたしますという感じで、今回はこの辺で終了としようかなと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス動画の方でお会いいたしましょう。